12頭の枠入りが完了です。スタートしました。ほぼ揃いました。先行争い、内から2番のダイジュセルシオが行きます。外から8枠2頭レッドハンター、ゴールドマッチ、間を通って金正ダイヤも進んでいきました。パレットナイフの方です。その外にはミスターグッドマン、1コーナーをカーブしていきます。外から出ていきましたレッドハンターが先頭に立ちました。2馬身3馬身とリードを広げます。2番手グループは2番のダイジュセルシオ、その後ろに内5番のパレットナイフ、外に8番のミスターグッドマンで第2コーナーから向こう上面、その後ろ5番手の位置にゴールドマッチがつけています。そして3番のサプライズパワーが中段位置、その直後に接近してホロと快速、さらには外を通って大勢リーフ、間に4番の無敵ボーイがいます。そして1番丸高王冠は後方から3頭目の位置、そしてその後方ですが大勢リーフ、内の方からは金正ダイヤであります。前に行ったのは博多ガッツの方であります。第3コーナーのカーブの手前に入りました。さあ前のグループ10頭が一塊になりました。わずかに先頭は12番のレッドハンターです。しかし並んでまいりましたゴールドマッチ、一番外にはパレットナイフであります。3頭一段の中、また中には2番のダイジュセルシオも加わってまいりました。その後方にホロと快速であります。さあ第4コーナーカーブに入りました。ここで先頭は11番のゴールドバッチに代わって第4コーナーカーブから直線コースに入ります。外から無敵ボーイが接近して直線コースに入りました。一番外からは大勢リーフが外から伸びる。大勢リーフが先頭に変わるか4番の無敵ボーイ、内からはホロと快速が接近、間を通って3番のサプライズパワー、先頭9番大勢リーフ、9番の大勢リーフ1着でゴールイン。大勢リーフです。